こんにちは、デネブチャンネル東京車掌です。今日はいすみ鉄道に乗りに来ました。ちょっと何も考えずに来たんですが、ただいま菜の花と、桜は終わってしまったんですかね。このような風景が見られるかもしれないので来てみました。ただいまこちらのフリー乗車券を購入しました。次来る電車は大原方面が14時29分、上総中野方面が14時39分となりますので、大原方面の電車に乗りたいと思います。中行きたいと思います。大滝駅の待合室にいます。こちら写真があったりですとか、広告があったりですとか、全面展望が流れてたりします。書籍も置いてありますね。いいですね、希望者のこのエンジン音。反対方に行きたいと思います。今出庫点検中ですかね。桜がちょうど咲いていて綺麗ですね。大滝駅という趣があっていいですね。手前に見えますのが入ってきた方のホームになります。私はこれからこちら側のホームから大原方面の電車に乗ります。間もなく電車が入ってきますね。結構お客さん乗ってそうですね。車内混んでますんで、連結面のところで外を見たいと思います。
小原駅に到着しました。こちらは売り場で、奥にお土産物があって、僕がこのモナカを購入しました。こちら乗ってきたんですけども、折り返して大滝駅に戻りたいと思います。ただいま国吉駅に回ります。
車2両編成なんですけども、車内空いてますんで、ちょっと中は通ってます。このように路線図がありまして、こちらはイスミンというトーチキャラクターですね。展示スペースが車内も珍しいですね。こちらに全駅の乗車があります。行きますとトイレがありまして、いすみ鉄道のおすすめビューポイント、こちらが貼られてます。大竹駅で降りました。前、後ろの方に行きたいと思います。大原まで一往復して戻ってきました。大竹駅、駅前にいます。こちらは小さなロータリーがありまして、駅前に観光案内所、天然ガス記念館というのがありますね。こちらにはいすみ鉄道の車用車でしょうか、カラーリングが可愛らしいですね。いや、列車到着した時にいすみ鉄道の古竹社長にもお会いできてご挨拶ができたので良かったです。久々にお会いしましたけども、乗客の皆様とコミュニケーションを取っておりまして、ね、とてもいい雰囲気でしたね。これから沿線に回りながら写真を撮っていきたいと思います。